一本もヒット打てなくて、それでも勝ちましたでも、うん、なんか里崎さんと川上さん同じ徳島出身で1歳違いということですから、はい、これ高校時代から2人対戦してたってことですか。そうなんですよ、僕なんてもう謙信さんいるから甲子園出れなくていやいや川上謙信さんがいたから里崎さん甲子園行けなかった、はい、僕2年生だったんですけど、はい、春の選抜の予選も夏の予選も1回戦徳島商業と当たって謙信、はい、さんにスコスコやられて、ほうそうなんで、打つは打つはでフンって言ってバックスクリーン突き刺さってホームランだったんです。川上さんその通りですか。そうなんですよ。ですけどね、夏の最後の県大会甲子園のね、はい、予選も1回戦で1対0で勝ってたんですけど、うん、9回2アウトからいきなりサードランナーがですね、スリーベース打ってですね、うん、ホームスチールしたんですよ。おで思わず僕びっくりしてボークしちゃって同点に追いつかれたんですよね、うん、そうなんですよ、奇跡の、はい、それでも勝ちましたでも。お互いは高校時代はお互いは分かってました。いやもちろんそうですね、はい、だってもう140キロオーバーのバンバン大エースですもん、うん、はい、もう里崎さん健二さんどんな印象ですか。だからいや僕打てなかったです、頑張りましたけど、うん、ストレート速いしコントロールいいし、うん、あ絶対プロ行くなって思いました。あその時から思ってた、はい、いやでも当時は鳴門工業だったんですけど、はい、鳴門工業はそんなに派手なバッターはいなかったんですけど、まあ、とにかくいやらしいチームだったんですよ、はあ、まあ、あの細かい、まあ、こんな性格と一緒、はい、今こういう性格変わりましたけど、はい、本当に当時はもういやらしい性格のキャッチャーでしたよ。じゃあ刑事さん里崎さんのことは知ってた。知ってます、もちろん。そうですね、あのいやらしいバッターだなっていう。4番だったもんね。あそうです、4番だったんですよ、2年生とか。あそうか、じゃあ、はい、特にね、プロ入ってからどうですか。プロ入ってからもう一本もヒット打てなくて公式戦しかも完全試合されそうになりましたからね。へ確かにこちらの手元にあの謙信さんと里崎さんの公式戦の対戦成績ありますけれども、うん、2005年2006年2008年と交流戦で戦っていて、うん、まあ、2005年交流戦は、全て川上さんは9回を投げ抜きヒット1本に抑え完投されてます。すごいですね。で翌年、うん、またもう9回を投げ抜きヒット1本に抑えて完封。素晴らしい。で2008年は5回と3分の2を投げて勝ち投手と。だって関東の時9回2アウトまで完全試合だったんですよ、はい、うん、2アウトまでですよ。おお、そこまで、はい、で3ボールになってど真ん中投げないといけないから、ど真ん中投げてバックスクリーンにホームラン打たれたもうインスンヨップに打たれましたよ。本当にもう思わずピッチャーライナーからとジャンプしたらそのままスタンドに入ってくる。やっぱりその徳島でずっと野球やってたっていうのをお互いちょっとプロに入っても意識するもんなんですか。いや僕めちゃくちゃ意識してますよ、うん、やっぱ打ちたいと。その、はい、やっぱ徳島ってそんな大きな町じゃないじゃないですか、はい、その小さい町から同世代で2人でプロ野球選手になって、そうそう、で北京オリンピックで日の丸つけて、はい、バッテリー組んだ時は、うん、僕人生で一番嬉しかったですね。そうか、はい、僕人生で一番嬉しかったバッテリーは謙信さんとオリンピックで日の丸つけてバッテリーです。そうね、あそうか、そんな夢にも思わないじゃないですか、うんうん、だから徳島本当にみんな徳島の小ささをまだまだ理解してないですよ。いや、そんなめちゃくちゃ小さいわけじゃないですよ。いや、本当にもうね、なかなか難しいですから。難しいです。